糖質ゼロを実現した国内初めての商品です。一番搾り製法で作るから雑味のない澄んだ麦の旨味が感じられる美味しさ、一番搾り糖質ゼロ、ぜひこの機会にお試しください。はい、こちらの青い缶が目印です。よろしくお願いします。以上、キリンビールからのお知らせでした。さて、このフリーマーケットも終わりの時間が近づいてきました。本当にあの2日間あっという間でしたね。そうでしたね。グリルたちもあっという間だったよね。楽しかった、楽しかった、ありがとう。重信さんは、はい、一番印象に残ったのは何ですか？いや、やっぱりこのステージでの演奏、迫力ありますし、やっぱ普段はコンサートに行かないと聞けないところをこの屋外で聞けたというのは、そうですよね、久々に聞けましたよね、生の演奏ってね。はい、あとあのハックルズド、いやーかっこよかったです。素晴らしかったですね。あの迫力、ダイナミックさっていうのは本当何回見ても飽きないですね。ぜひあの皆さんもね、あの応援しに行ってほしいなと思います。はい、すぐ近くですからね、ゼビオアリーナ、はい。そしてこの我々のステージの目の前にはグリリーズが来てくれています。では改めて、はい、KHB のマスコットキャラクターグリリーズのご紹介、重信さんからお願いしましょう。はい、まずはグリリです。グリリは楽しいことが大好きで、細かいことは気にしない性格です。元気いっぱいお子女の男の子、グリリです。さあ、そんなグリリのグッズのお知らせなんですが、素敵なお知らせですよ。先ほども少し申し上げましたが、入場ゲートで配布しているチラシに掲載されている QR コードからアンケートにお答えいただくと、抽選でグリリのぬいぐるみが当たるチャンスがあるんです。ぬいぐるみ欲しいよね、欲しいよね。はい、ぜひアンケートにお答えください。ご協力よろしくお願いいたします。じゃあグリリーズの紹介続けましょうか。はい、続いてはジョー君です。ジョーもグリリと同じお子女の男の子です。ジョーはグリリの幼馴染で、ちょっと意地悪、おでこにお月様のような白い模様があるのが目印です。そして最後はウーです。ウーとしか言わない不思議なカワウソの男の子です。グリリのことが大好きで、いつもグリリの後ろをついてるんだよね。はい、伝わってるようですね。はい、じゃあ3人合わせていきましょうか。みんな合わせて、せーの、グリリーズです。はい、グリリーズです。あ、拍手いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。グリリーズのポーズね、バッチリ今日も決まってましたね。KHB フリーマーケットで久しぶりに皆さんに会うことができて、グリリーズたちもとっても嬉しそうにしています。実は私たちも久しぶりに会うんですよね。そうですね、久しぶりだよね。いや、今日はみんなの元気な姿を見られて本当に良かったです。うん、結構体を伸ばして表現してくれてますね。グリリーズたちもきっとお友達たくさん会えたから、今日は楽しかったよね。みんなも楽しかったかな、グリリーズに会えて。あ、うなずいてくれてます、ありがとうございます。さあ、それではまた KHB のイベントでグリリーズは皆さんにまたお会いできることを楽しみにしています。それではグリリーズ、皆さんにご挨拶。じゃあねーって言ってくれてます。というわけで、グリリーズとの楽しい時間も終わりとなってしまいましたけども、みんなで一回最後挨拶しますか。せーので、ありがとうございました。ペコッといきますか。では3人ともいきますよ。せーの、ありがとうございました。あ、拍手ありがとうございます。ありがとうございました。グリーズたち、ありがとうございました。さあ、もう間もなくフリーマーケット。